です。ソウルの、青瓦台の背後北側におります。今、向かっているのは南側で、この方角は南で、あそこに城壁が見えているんですけれども、朝鮮王朝時代の城壁、その城壁がずっと一周回っているんですけれど、今いるところは、私が立っているところは城壁の外側、北側になります。この背後は、もっと北は北岳山です。あのソウルの、必ず背後に出てくる、絵に出てくる北岳山。この建物は三重閣、三星閣といいまして、パクチョンヒ、朴正煕大統領が接待に使う場所として作った建物。今はこうしてレストランになって、非常に眺めのいいところなので、皆さんお茶を楽しんでいらっしゃいます。とても眺めのいいところで、視線を左側、東側に移しますと、ソウルの市街地が見えています。市街地の向こうにタワーが見えています。高いタワーがこの右の方に見えてるんですが、あそこは漢湖ハンガンの向こう岸、いわゆるカンナムになるんですけれど、カンナムの新しくできたロッテタワーです。ということは、あのハンガンの向こう岸のロッテタワーのここから見ると左側に風納土壌の遺跡があり、百済の最初の都であった、漢城ハンソンの、博物館もありますし、無尊土壌、夢村土壌や、コックリ式の積み石塚の古墳が集まっている積尊堂古墳群などが、あのロッテタワーの左側にずっと広がっています。そしてその手前に漢口があるんですが、漢口のこちら側手前に山が、丘陵地が見えています。少し緑が濃く見えているあの山の上に、三国で争っていた時のコークリの最前線の基地が、今でもたくさん遺跡が残っています。あの山の上、広津区といいます。広い津、ソウル市の肝心区、東端になるんですが、あの山の上に、前も登りましたけれども、あの山の上のコークリの基地から見ると、眼下にハンガンが流れ、その向こう側に百済の最前線の基地が、もう本当にすぐそこに手が届きそうなところに見下ろせます。ハンガンを挟んでコークリと百済が向かい合っていた最前線が、あの辺りになります。今目の前のこの城壁、山の向こう側が、ソウルの中心部、大統領府の青瓦台があり、キョンボックンがあり、そこから、市長の広場に向かってセジョン大通りが伸びているところになります。